はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、栄養環境は皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。栄養デッキいろいろ拡張性があってめちゃくちゃ楽しいんですけど、本日はですね、ちょっとね、面白ギミックというか、炎王でエボルカイザーラーズっていう最強モンスターが出せるギミックが存在してるんで、ちょっとこれご紹介していきたいなというふうに思うんですけど、皆さんこのヘイズビーストっていうテーマご存知ですか？あ、知らない知らない方も、非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、ヘイズビーストってレベル6のモンスターが基本的に多くてメインになってまして、レベル6しかいないのかな、多分ヘイズって。あんま見たことないんだけど他のレベルのモンスター、ヘイズビーストは何をするかっていうと、このねペルトンっていうモンスターが手札から、炎属性モンスター1体墓地を送って、このカードをリリースしてデッキから、ヘイズビーストの2体を特殊召喚するよという効果があるんですね。この謎の鹿、謎の鹿です、これ。はい、この謎の鹿で、トナカイかな、ちょっとわかんない、鹿かトナカイか知らないけど、このモンスターで、ヘイズビーストのこの、ヒュドラーっていうモンスターを、出してくるんですね。で、ヒュドラーっていうモンスターが、レベル6の恐竜族になってまして、これ非常にね、ラーズを出すときに、恐竜族であることが相性がいいんですけども、ヒュドラー君がエクシーズモンスターのエクシーストーンやったときに、自分の墓地のヘイズビーストモンスターを対象に、そのモンスターの下に重ねることができるっていう、ヘイズビーストを。これ対地がないんですよ、丸さんの効果。なので、ヒュドラーで、ラーズを作った場合、下敷きが2個増えるんですよ、ヒュドラーの効果で。だから、展開途中に、サーベラス、ペルトン、ヒュドラっていうモンスターを、全部使うんですけども、そうすると結論エボルカイザーラーズが4素材になって爆誕するんですね。恐竜族モンスターのみを素材にしないと鳥族エクシス素材が1個にできないんで、1回目の効果は恐竜族以外のペルトンとサーベラスにしないといけないんですけども、これ1回目の効果でここ素材取り除いて、2回目の効果で、ヒュドラ、3回目の効果でヒュドラっていう取り除き方をすれば、エボルカイザーラーズがなんと効果無効を3回打てるんですね。炎王の弱点ってやっぱり魔法トラップとかマクリクタとかを結局無力化できないんですよ、基本的な動きでは。デッキの中のガネーシャとか、ウーサとかは立てることができるんだけど、一応ね。ただ、動きの中で、無効系が、魔法トラップ無効系が立てられないんですけど、これはね、魔法トラップモンスターも全部一応フィールドに出てくるカードであれば無効にはできるということで、これを立てられるっていうのがこのデッキのいいところですね。で、この動きをするための条件として、ピルトンを普通に召喚しないといけないですよね。これ炎族モンスターになってまして、特殊召喚がその AO 側とかのギミックではちょっと難しいので、ピルトンを召喚するために召喚権を使わないっていう、一応今回はデッキの構築にしてまして、例えば 1-4-1 から入る、ワンポワンから入ってエクセルから動いていくとか、あとカガレビポップルスから炎王展開、ちなみに炎王展開をすればペルトンに触れます。ガルドニックスの効果でこれ、デッキから炎属性モンスターの、獣族、獣戦士族、超獣族を破壊できるんですけど、これサーベラスっていうモンスターが獣族になってまして、これ破壊するとヘイズ持ってこれるんですね。なんでもだから、このカードを破壊することによってペルトン持ってこれるんで、こいつを出すことが、一応これをサーチすることにつながるっていうことで、一応スネークアイギミック、ディアベレスターでもいいし、ポプルスでもいいし、カガリビでもいいし、財宝狩りの悪魔でもいいし、ワンフォーワンでもいいんだけど、エクセル通常召喚以外であれば基本的にはここ動けます。でペルトンは一応手札コスト炎属性切る必要があるので、炎属性モンスターなんかないといけないんですけど、炎属性モンスタープラス例えばカガリビみたいなハンドカラーだと一気にエボルカイザーラーズまで繋げられてめちゃくちゃ強いので、ちょっとこれをね今日お見舞いしていきたいなというふうに思います。はい、早速ちょっとご覧いただきましょう、エボルカイザーラーズさんの強さをね。デュエルスタンバイ。ハンド強そうじゃね、これ。ハンド強そうだな、普通に。ワンフォーワンの効果、でもワンフォーワン取んなかったら弱いかでもそうでもねえか。これ一応あれだな、ガルドニクス出てくるな、キリンでウララ破壊すればだけど、ああ大丈夫、通る、よしよしよし、通る、この仲間の通る、これでかすぎだな。でスネークアイズポープレス、特殊召喚効果発動。ちなみにワンフォーワンとかカガリビとかディアベルスターとかの召喚権を使わずにポーニクスにいけるカードであれば、一応そのやりたい動きはできるんですけど、これワンフォーワンから入ってるところ多分ね宇宙起きるんだよね。
マジでマジモンのうち大きいんだよね。ちょっとこれどこまで伸ばせるか俺自分でもあんま分かってないんだけど、やってみるわ。リンクリボー、ワンフォーワン1枚しかないからさ、ワンフォーワンからの展開とかあんまやんないんだよね。で、こうするでしょ。で、まあ、一旦ですね、スネークアイエクセル君の効果を起動しまして、ポプル2をコストにしながら、自分のデッキからフランベルジョを出しますよと。ちなみにここまでは普通にさ、まあ、ただのなんかワンフォーワンから入ったスネークアイ展開だと思うじゃん。皆さんスネークアイって、まあ、何に弱いか知ってます？そうなんですよ、魔法トラップカードですよね。そのウーサと か, なんかそのリンクモンスターとかは結構簡単に構えられるんですけど、なんか結構魔法トラップカードとかに弱い、拮抗勝負であるとか、まあ、そっち系の、あとは炎王ギミックは特にハカラとかにも弱いですよね。今からこれ全部ケアします。炎王の聖域を発動、炎王の聖域によって、孤島を表側表示置き、そして、孤島の効果を発動、孤島の効果によって、ポニポニーを爆破することにより千円をガルドニクスを持ってきて、そして千円をガルドニクスの効果、あ、千円をガルドニクス、あれか、墓地にいるからあんま関係ないか。で、千円をガルドニクスの特殊召喚成功時の効果を発動し、自分の墓地にサーベラスを爆破して送り、サーベラスの効果デッキからヘイズカードを1枚を手札に加えることができる。誰、ヘイズビースト、ペルトも、ちなみにまだ俺は召喚権を使っていない、ヘイズビースト、ペルトを召喚、ペルトンの効果を発動。このカードは手札から炎属性モンスターをぶん投げることによって、シュッ、自分のデッキからヘイズビースト2体特殊召喚することができる。あらあれのヘイズビーストシュドラ誰お前誰。そしてレベル6のモンスターが来たでオーバーレイ。ちなみにこいつは恐竜族エクシエンツ召喚、あらあれよエボルカイザーラーズ。そしてヘイズビーストシュドラの効果、キュドラの効果により自分の墓地のヘイズビーストモンスターをエクシーズモンスターの素材に供給することができる。うわーうわー、四素材だすバッタンザーあ、これがしたかったわけです。はい、このコンボがしたかったわけなんで、あとはちょっと、どこまでどういう風に展開したのを見るかな。ヒーターがいいかな。これリンク2のなんかやつあんまなんか入れてないんだな、強いやつ。もうヒーターちょっと使っちゃうのはやっぱ若干あれだけども、ヒーター行ってからのフランベルジュで、フランベルジュ効果で自分の家から炎属性モンスター、これポニックスが効果打開されてるんでポニックスは蘇生しないようにしといて、はい。で一旦これはトガ姫ちゃんを作り、リンクリボーもこれ行っちゃっていいね。リンクリボーパイセンを、出しに行き、でこれでラーズへのあれもケア、戦闘ラーズほらぶん投げられるっていう弱点あるからさ、でこれリンクリボーでケアね。で、そのリンクリボーの墓穴も一応先に出しておくことによってケアだし、まあそもそもラーズが炎属性なんでガルドニクス出てくるから、まあ、破壊されてもまあ別に強いんだけど。でクランベルジュ君を一応特殊召喚するが、まあ、あんま関係ないか、これクランベルジュ特殊召喚しても別にリンクさんにするから。ほんで機械式のお魚出して、でまあこれで一応ね妨害数的にはなんかありえない量の妨害がある感じですね。これリンクリボーで攻撃力ゼロにする、でトカヒメでアンブロエール破壊する、ガルドニクス出てくる、でキリン破壊でガネーシャ出てくるとかもあるし、あとエボルカイザーラーズがそもそも一応これ3妨害です。エボルカイザーラーズくん3妨害ありまして、これ恐竜族だけを素材にしないと1個外すみたいな効果使えないんですけど、一応ねなんですけど、一応これ恐竜族だけにするためには、恐竜族ヒドラ以外のヘイズビーストを2枚切ることによって恐竜族だけになるんで、1回目の効果無効を2枚切ることにより、まあ3回妨害できる。まあこれ行った方がやった方が早いな。でディアベルスターどうぞ。ディアベルスターちなみに2000円でこれぶん殴られるんですよね、これ結構簡単に。まあ一応トガヒメ打っとくか、一応な、一応表側のカードを割って、これしかも相手のターンなんで、あ、墓穴ね、はいはい。まあ、それは当たり前に無効ですよ。これが今までは基本的には無効にできないわけですよ、炎王ってのは。ラーズくんって偉いんですよ。ラーズくんってね、相手が発動した効果だったらね、なんでもね、フィールド上に表側表示で存在するカードであればね、無効にできるんでね、この墓穴とかいうね、奇名カードをね、無効にしてね、すげえ。
ラーズパイセン、さすがっす。さすがラーズパイセン。ちなみにラーズパイセンはもうこれ、ちなみに恐竜族モンスターしかエクシビションはいないため、恐竜族だけをね、リンクスターにすることによって無効化することができる。あ、リンクスターじゃない、エクシビションにしていることによって、1個外すだけで相手のカードを無効にできるという感じですね。で、ポニックスまで出しといて、これはかなり強いですよ。はい、もう理想中の理想展開と言っていいね、これに関しては。そしてポニックスの効果によって、さらに新天章も手札に加えることができると。いかれた盤面になってる。草かがり火、はい、かがり火ですか。まあ、かがり火はいいでしょう。かがり火で持ってきたモンスターをね、無効にすれば、まあ、あんまり関係ないかなという話ありますので、まあ、かがり火とかをね、貫通されそうな、貫通される可能性のあるカードはもう全部打たせまして、はい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 、いいでしょう、いいでしょう。で、ポプルスが出てきて、ポプルスが出てきて、ポプルスの効果でサーチ入れる。まあ、それの効果はちなみに無効にさせてもらうしかない。てか待って、これ盤面にモンスターいすぎて、これキリンで爆破してもさ、これガルドニクス出てこなくね。あれやべ、ちょっとガルドニクス、ガルドニクス出てくる場所ないんだけど。助けて、やばい、あーやばい、反逆された、反逆された、しょうがねえ、反逆は打たざるを得ない。で、恐竜族モンスターの魂を、持っているため、1個の素材で一応、ちょ、待って、マジで。どかしたいんだけど、どかせない。これ、ポニックス出したミスか。これ、ポニックス出したミスだわ。ポニックス出さないで、ガルドニックスが出てくるための、フィールドを開けておかなければならない。完全にやってしまった。やってもうた。株式会社やってもうた。あ、リクリボどうぞ。あ、どうぞ。あ、どうぞ、OK。どうぞ、どうぞ、どうぞ。で、現在法ね。まず現在号はさすがに打つか、うらら、まあ、うらら打つで、あと相手の、手札1枚なんで、まあ、その1枚をエボルカイザーラーズさんで無力化してあげれば、まあ、基本的には何もできないと。メインフェンス終了前 OK。 あ、バトルしてくれる、ありがとう、バトルしてくれる、ありがとう。リンクリボー効果リリースして、これ盤面開いた、よし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 、これで、これでガルドネックス出てこれるな。ガルドニクス出てこれなくすぎるほどの展開力あるのやばいけどな。で、炎王神獣キリンちゃんの効果を発動するよーん。さあ、新炎王ポニクス君を爆破しまして、キリンちゃんが爆弾で、ガルドニクスの効果を発動して、ガルドニクスが爆弾で、ガルドニクスの効果によって、これフィールドを開けたいので、フィールドの、キリンを爆破で、フィールドのキリンが爆破されたので効果、自分の推しからガネーシャ、あ、ガネーシャもいねえのか、そうか、ガードニクスを得しようか。で、カード破壊、もちろん裏、はい、はがりび、はい、神ゲー。見てよ、この展開力すごくない。もうちょっとやりすぎっていう説はあるけどね、こんなにやんなくても勝てるだろうっていうことはあるかもしれないけど、いやでもね、拮抗勝負がとか、そのマクリフダですよね、基本的に賛成の際とかあるんで、まあ、そういうカードをね、全部無力化できるエボルカイザーラーズさんはね、ちなみにお前も黙れ、これはちなみにやりすぎです、はい、これはやりすぎと言います。これはやりすぎ新作と言われてます、これ完全に。これめちゃくちゃ強いでしょ。やっぱさ、ラーズって最強だよね。ラーズをみんな使いましょう。まあ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 、悪くはないな。手数はなんか出そうな気がする、これ結構。まあ言うて、あの相手の妨害うららぐらいしか、うらら直撃したらこれいけんじゃないこれ。いやでもうららここに打つわけ、意味わかんないか。ちょっとガンマだけケアしたいんだけど、基本的には。ただ王の棺から入られるとなんかうらら微妙なんだよね。だから打つタイミングがあんまなくてさ、これでガンマって言われたらさ、もう地獄起きるんですよ。もううららも捨てるんじゃ相手、やば。そうなんですよね、これがね。でもホルスデッキに王の棺から入られた場合のうららの打ちどころいずどこみたいな、まあいう話あるよね。まああの一応ね、あのジアンデッドとかを出してくれるような展開をしてくれるデッキであれば、そこにうららを打つことはまあできるかなっていう気はするんだけど、まあ一体全体このホルスが何ホルスかによる、マジでお尻ホルスなパターンだけがないと思うけど、まあ4体出てきちゃった、やばいわ、さすがに。これ4体ってこれ何起きるんだろう、これどういう展開してくるかにマジでよるんだよ。あー、なるほどね、姉ちゃん出てきた、
おね、姉子出てきた、姉子出てきた、レベル82体でオーバーレイか、これ。あー、強いね。なるほど。ギャラマスカレーナね。オッケー。で、セットあると。いやー、まあ、なんだろう、あのセット。まあ、永続だったらマジで終わる可能性が高い。あ、ディアベルスター強い。ディアベルスターはめちゃくちゃ強い。これ、手数としてはかなり出ますけどね。できれば、タイタンギャラクシーを処理たいので、魔法カード打って、相手の、なんかその、タイタンギャラクシーを、ちょっと、一応なんか、うまいことね、ケアしたいんですけど、じゃあ、あのクセカードによるな、マジで。一回スネークアイエクセルで、召喚効果。まあ、全然マスカレなタイタンギャラクシーぐらいであれば、多分貫通できると思いますよ。てか、ホルス4体蘇生して、それしかできないのは、まあ、微妙だよね。なんか、永続引きに行く方が、基本的には、まあ、強い気がするから。はい。で、ポップレス効果、ジャイアントレーダーとか出して、なんか永続引きに行くみたいな。まあ、それ、あれ確か単位ちゃいから、うらら打っても、一応、1枚、あ、3枚ドローが2枚ドローになるぐらいなんで。で、ポップレスを1体リンクリボーに変えますよ。おっと、これ、かがり火を通してしまった結果、これ、スネークアイエクセルさんから圧倒的展開が、生まれ、これフランベルジュ、これあれじゃないか、出したらお前タイタニックギャラクシータラで踏めるんじゃねえか。タイタニックギャラクシーさん、これね、こうだよね。はい。ほんで、まあ、スネークアイフランベルジュドラゴンの効果起動して、ちょっと一回これ君さ、後ろ下がってくれる。あ、そうだよね。で、マスカレーナ効果使わざるを得ないと。使わざるを得ない。まあ、リトルナイト出てくる。でもフランベルジュ除外されるのにうぜえか。いや、これチェーンキリンだったか、これ。もしかして。いや、これチェーンキリンだったかもしんねえ。やべえ、これ除外されるんだよ、これ。絶対。この効果にだってさ、これ多分さ、キリンチェーン、やべえ、ちょ、押せよ、これ。多分。これ止まれますこれ止まれますかね。まあ、でも止まれたら止まれたでいいか。別に。止まれたら止まれたでいいわ。止まれたら止まれたで、まあ、うらら破壊はできるから、うらら破壊していくしかないんだけど、まあ、あの伏せから何かって話なんだけど、で、うらら破壊してキリン出して、はい。で、リトナで、除外されたんで、フランベルジュが効果起動できないが、クロマジョとヤベルスターちゃんは効果が起動できる。いや、これ先に、こっちか。ディアベルスターを、特殊召喚します。これ、現在法2枚か、現在法でいいか。現在法をコスト、ヤベルスター。さあ、あとは相手の伏せカードが何なのかなんですが、あ、チェーン映ってないから何なんだろう。ブラフなのかな。ブラフカードで伏せるカードなんてあったっけ。ちょっとあんまり分かんないですね。ないか、そんなカード。なんだあの伏せカード、マジで分かんない。抹殺とか破壊だったらこれチェーンするよね。え、あの伏せ何、分からない。考えても仕方ないか。現在法スネークアイを打つしかないね。現在法スネークアイの効果、まあ、これ今回リンクリボーをリリースしまして、で、ポニックス特殊召喚して、ポニックス効果って言って、ポニックスが、向こうってもし言われるようでもリンクリボーが守りますよ、みたいな話なんだけど、自分の、フィールド上の炎属性を爆破しながら、ガルドニックス出して、いや、これ打点足りるんじゃない、これでも。これでガーパル、ポニックス破壊だね。ポニックス破壊してガルド持ってきて、でガルド特殊召喚成功時効果発動するよ。いいかな、大丈夫かな。さあ、ガルドの効果でキリン破壊して、でキリンの効果によって自分の墓地からプリプリーが特殊召喚されながら相手のカードを破壊していく。それ何、あ、抹殺か。あー、なるほど、チェーンオフにしただけか。なるほどなるほどなるほど。あー、じゃあ殺していいってことですね。了解しました、ありがとう。やっぱスネークアイ入ってると手数出るから、後手もまあ結構強いのいいね。うん、非常に。まあ、後手はさすがにラーズ出す余裕ないけど、これまあまあ強いんじゃない。なるほどね。このヒュドラーとかいうやつ手札に来るとめっちゃムカつくんで、これだけどうにかしてくれればこのデッキ最強ですね。
マジでヘイズベースは基本的に全部引きたくないんですよ引きたくないカード5枚ぐらい入ってるんで、ちょっとですねデッキから全部アクセスできるカードになっておりましてですね、まあでもピルトンはまあでも引いてもいいか、ペルトンは引いてもいいから、まあ4枚か実質。王の棺からのホルス展開ですね、了解しました。一体何が起こるんでしょうか。まあ、ホルス本当にさデッキタイプ多すぎてさ、デッキタイプ多すぎるからこそなんだけど、なんか判別するのどんな型のホルスか判別するのマジむずくない。僕もね多分今先月はホルス実況チャンネルだったと思うんですよね。でちょっと皆さん数えてみてほしいんですけど、興味がある方はホルスデッキ何本あげたのかなっていうね。深海の都曲がらにか、やべまた新しいホルスだダイダロス、嘘でしょ。おおどういうことだ、ちょ待ってくれ、マジでわからんぞこれ。デッキから水属性置くことができるんだ、へえ。なるほど、いやこれバンパイア出すってこと、やばい、激強ムーブしてる。進化の都マガラニカの効果でデッキトップに置いたダイダロス出そうとしてるやんこれまた新しい知らねえタイプの、知らねえタイプのホルスできた、あダイダロス組んでてきた、リバイアドラゴンダイダロス。フィールド上の海を、墓地を送ってこのカード以外のフィールドのカードを全部破壊する、確かにホルスと相性いいな。ホルスってね他のカードをね対象とする効果以外では破壊されないんですよね。要はブラックホールとかサンダーボルトとかそういうカードの、効果では破壊されないので、いや要はダイダロスの効果でも破壊されないんですよね。確かに相性はめちゃくちゃいいですね。さバリケードで、あこれバリケードでエンドフェイザーにあるか、回収できるから王の棺を、だからこれ次のターンの一応全部パスした後の王の棺を回収できるみたいな話ですね。あやばやばいことしようとしてるやばい、ゼランデさんまずい、あやっばやばすぎ、やばすぎなんだけど、ガチでやばいこと来た、ガチでやばいこと来た、これはさすがにやばいぞ。待ってくれ、そういうこと、また新しいタイプのホルスでいいけど大丈夫これ。いやこれ何引けばええねんマジで、これうわいらねえマジで、マジでいらねえって、これエクセルとか普通に引いたらワンチャンあんのこれ。氷結界、でも氷結界ってさ次の自分のターンの終了時まで水属性しか出せないんでしょ。これさ結構長いんだよね、水属性しか出せない縛りが、氷結界ってめっちゃくちゃ長いのよ。だからこれ次のターン水属性しか出てこないんだよね、相手のデッキから。これワンチャンあるんじゃない、これこっからキル取れんの水属性だけで。いやお前水属性なんかい、お前水属性なんかい、お前は活属性、これ召喚だからもう関係ないか。いややばいやばいやばい、いやでもこれ耐えてるか、1200、1400、2900、いや耐えてるの8000ねえもんなこれ。おいやじゃあワンチャンあるぞ。いやこれデッキトップ結構ね解決策になるカードは意外とある気がするんで、ね、カガレビとかエクステルとかディアベルスターとかだったら意外といける気がする。ディアベルスターのコストも一応、あでもこれあれか、裏側に置いたらこれミスか。これマジでなんかワンチャンあるぞマジで。ディスティネドロー好きなはずぞ、ディスティネドロー、えマジでディスティネドローしたこれ。カガレビはこれ、カガレビはこれいけるんじゃないえちょっと待って、これマジであるぞ、これガチで。いや鏡に1枚からの出力やばいんですよねこれ、基本的にこのデッキだから。いやこれマジである、これマジであるいけるかもしれん。いやキルは取れないけども、キルは取れないけども、これ盤面これ完全に返したんじゃないこれこれ完璧盤面返してるでしょ、何これ。あー砲玉があるか、永続魔法に置けるやつ、それはあんま関係ないな。ちょっとキルは取れなかったんですけれども、いやまあでも十分ですよねこれで。アンブロ出しといて、でトガ姫で一応割れるようにだけしといて、でフランベルジュ効果、
日体でしょ。これ今さっきレイジングであれかな、レイジング行ったらこれもしかしたらキル取れたかも。やべえ、ちょっと時間ねえんだよな。レイジングジーランティスムーブしたらワンチャン、普通にキル取れてた可能性もあんな。まあでもこれ多分ね、これ何、あーリンクリボか、まあいいや、これは返したんじゃないですか。相手の王の棺だってこれマスカレーナでしょれますからね。マスカレーナリトルナイトで、まあ、相手王の棺ないんで今これ王の棺ハンナイトフォルス出てこないんですけど、なんか王母の石影もこれ王の棺なんで、これはね飛びましてマスカレーで飛びまして、かましに行きましょう。まあ、もう一枚王の棺があった場合もモンスター出てくるで、トカ姫の効果で爆破ってやると、一応モンスター出てきて王の棺で爆破できる、多分大丈夫、いや多分大丈夫これで、まあ、対象テストカード、まあ、何でもいいわ、これでいい、オッケー。でリトルナイトで除外するじゃないですか、王母の石撃を。でそうすることによってこれ王の棺がない状態になるので、これホルス君たちは守る墓がないのため何にも起きないと、モンスターが出てこれないっていう説があって、おいお前前半列したくせに負けてるぞ、大丈夫か、前半列したのに負けるデッキあるってマジっすか。これはダイダロスが弱いのか、炎王が強いのか、どっち。